チャロブラ。ナマステエヴェバディ。ナマステエヴェバディ。チャロブラザーズのスタージです。なんちゃんです。はい、というわけでね、今私たちはムンバイにおります。はい、ムンバイですね。ムンバイです。初チャロブラザーズムンバイ上陸と。おお、来た。はい、来ちゃったよ。来ちゃいましたけども。ムンバイのね、今ね、BKC という場所にいます。BKC、略はね、バンドラ・クルラ・コンプレックスっていうところですね。バンドラ・クルラ？バンドラ・クルラ・クルラ・コンプレックス。なるほど。そうです。バンドラ地区とクルラ地区にまたがる商業区域なので、バンドラ・クルラ・コンプレックス。ああ、それがムンバイにある。そうです、そうです。で、略して BKC とみんな呼んでます、うん。でね、ここは金融街なんですね。金融。もう、あらゆる銀行の本店がここにある。そういう場所です。ね、なのであのオフィス街、日本でいうと日本橋みたいな、東京の日本橋みたいな、そういう場所ですね。はい、せっかくね、まあ、チャロブラザーズ私たちインドで働いてるので、ちょっとこうビジネス的な目線でね、お送りできればなと思ってますので、はい、まあ、じゃあちょっと、はい、僕も全然わからないんで、はい、サバジにいろいろと紹介をしてもらいながら、はいはい、見ていきたいなというふうに、はい、思いますので、はいはい、ぜひぜひご覧ください。それではチャロチャロイ。今こちらに見えますのが NSE 書いてます。これがね、ナショナルストックエクスチェンジって言ってね、要するにね、株式の取引所になってます。日本で言うと東京証券取引所みたいな、そういう一番インドでは有名です。もう一つね、 BSE ってボンベイストックエクスチェンジっていう場所もあるんですけど、そこと2つ並んで2大証券取引所の1つがこの BKC にありますと。もう分かるかな、ニフティ50っていうのが書いてます。これは、NSE に上場している、株式50社の、株式指標になっていて、日本で言うとね、東証株価指数トピックスっていうのがあると思うんですけど、それのインド版です。なので、ニフティ50の値動きを見れば、インド経済が盛り上がってるのか盛り下がってるのかがわかるという、そういう大事な指標を決めてるのがまさにここ、NSE ということになります。そうなんだ。インドはその都が2つあるって言われていて、要は政治の都がデリーで、経済の都がムンバイなんですね。ショートって言われてるんですけど、まあそれはこういうね、株式市場とか、あとは中央銀行ですね、リザーブバンクオブインディア RBI っていうんですけど、それもムンバイにあるので、要は金融の街がムンバイで、経済の中心がムンバイっていうことなんです。じゃあロゴが、あら、これ見てください。もうね、パンジャブナショナルバンク、あそこにはドイツバンク、ドイツ銀行もありますね。っていう感じでね、もうあらゆる本店がこう、うわっ。確かにすごいね。これだけ見るとね、インドっぽくないもんね。でもちょっとこのカメラを前の方に向けると、すごいインドっぽい。確かに。景色が。空き地ですからね、こことかも。ジャロブラ。なんか埋め立て地っぽい感じはする。うん。なんか無理やり作って、ここだけなんか栄えてるって感じだもん。そのエリアだけ。周り何もないもんね。その周辺のバンドラ地区とかクルラ地区にはまだスラムもいっぱい残っていて、本当にこの区画だけそういうの全部潰して、こういう建物をいっぱい建てて、そんな感じ。高いところをさ、こういうところとかさ、こういうところを見ればさ、ああ、インドだなと思うけど、はいはいはい、その外観、全体感、そう、全体感として、スタバとかもあるね。ね、ちゃんと。ね、ここのビルも結構すごいよね。うん、総ガラス張りじゃないかな。そうだね。こういうのがインドのおしゃれだし。ね、スーツのお店。すごい。オーダーメイドじゃない、これ。すげえ。ね、全部布とか選べる。そうだよ。ビジネスは重いから。クラクションって何なんだろうね、本当に。存在を疑うよね。自己表現の方法なんじゃない？そうそうそう。ヤンキーがさ、ブブ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 ブ。ああ、はい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 。あれと同じなんじゃ。まさにそれかもね。なんかね、インドの場合、本当ここにいますよのサインだからね。そうだよね。危ないですよじゃないもん。私こ
取りますよ、そうそう取りますよプーっていう、そうそうそう、ドケロケロケっつって、あの昔あったじゃん、いつもここからっていうさ、あー邪魔だ邪魔だドケロケっつって、あれだよね。だけど考え方が違うもんね、そもそも。そうだね、クラクションの、まあ東南アジア全体そうだけどさ、まあインドだけじゃないけど、そう考えると日本は静かで、本当にね何の変化もないまあそれが退屈な時もねあったりするんだけど ね、うん、そういう人たちが、まあどちらがいいかっていう話はね個人差がありますね。まあ確かにそうですね。じゃあロゴがこれから新幹線ができるんですよね、うん、そう、今インドで新幹線プロジェクトっていうのをやっていて、はい、日本がインドに、まあ、技術支援をして、はい、インドにあるアーメナバードっていう、はい、こっちからここムンバイまで、はい、新幹線を作りますというプロジェクトをやってます。さすがです。はい、はい、という感じで、実はここ BKC にはその新幹線の終点になるって言われる、はい、まあ、場所が予定地がありますと、はい、いうことらしいので、はい、はい、ちょっとそこを ね、その BKC、やってんじゃん。はい、ということで、はい、着きました。着きました。ここが、はい、新幹線の予定地らしいです。そうですね、まだねその BKC 駅がどこになるかちょっと確認はできないんですけども、はい、間違いなくこの BKC の街がねターミナル駅になることはもう決まってるので、はい、まあ5年後になるのか6年後になるのか、はたまた10年後になるのか20年後になるのか、ちょっとそのあたりのねスケジュールも、ね、インドなので見えてはないんですけれども、はい、間違いなくここが駅になりますということで、今後の進化もね、ぜひインドにいらした際は見ていただければいいのかなというふうに思います。そういうことです。そう、ムンバイは、はい、金融と、はい、経済の中心地、はい、ということなので、はい、ムンバイに来た際はぜひ観光地だけじゃなくてね、はい、ここ BKC にも来て、はい、いろんな高い建物とか、はい、銀行のヘッドオフィスとかがありますので、はいはい、ぜひそういうところも見て楽しんでいただければと思います、はい、じゃあロゴが、はい、はい、それでは少しでもこの動画がいいなと思った人はぜひ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします、各種 SNS ですね、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックもページがありますので、アットチャロブラザーズで検索をして、各種フォローをお願いします。はい、ではまた次の動画まで、はい、シャロー、バイバイ、バイバイ。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS はごめん。